皆様こんにちは、家族収納の赤久ゆりです。今日は年に2回だけのおもちゃのお片付け大会をやろうと思います。もうすぐね年末ですので、クリスマス、それからお年玉で買うおもちゃなんかがここに入ってくるんですね。ですのでやっぱりね、おもちゃはこうやって一回場所を作ってもそれがやっぱり崩れてしまう、溢れてしまうわけですよ。なので我が家では年に2回だけクリスマスの前、そして誕生日の前、ここでお片付け大会っていうものを、やっています。で、子供が結構小さい頃からやっているので、まあ大体自分でね、こう分けていくことができるようになってきてますので、まあ、その様子なんかをご覧いただきたいと思います。それではスタート。家族収納チャンネル。はい、では今日お片付け大会やります。みんな頑張っていきますよ。いつも通り自分の好きなものを選び取っていってください。 OK ですか？はい、うん、はい、じゃあお願いします。兄ちゃんはこっちね、いるもの、いるものをその中から選んで、よいしょ、全部全部、頑張れ頑張れ。ねえ、これいっぱいあるね。あと1個、あと1個、あ、手まだあるかも。どうやってやっていこうかな。いっぱいあるもんね。これが遊んでるの？うん、じゃあこれしまっとこよ。反対見て。じゃあどうした？写真、写真変えなからね。これいるやつ。いや、うん、いるけど。いい、それも入れといてね。こっちが、こっちが気に入ってるの？どっちが気に入ってる？こっち？じゃあ置いといとこう。で、使っている。遊んでるな。はい、ちゃんと。じゃあポケモンはポケモンにしよう。うん、ポケモンか。じゃあ遊んでないのね。うん。じゃあ遊んでるやつをこっちに。あとはいるやつ。じゃあ、いるやつ、うん、遊んでるやつはこの中に。うん、とまずじゃあカードのとこ入れとくか。これは遊んでる？うん、で遊んでるやつこの中に戻してね。靴はいく？靴いっぱいあるよ。うんうん、これは遊んでるね。二人はいる。二人いないと友達にできないよ。これ遊んでるの？遊んでる。じゃあここになってね。はい、じゃあここはリカちゃんのとことか、ね、じゃあリカちゃんのとこで本当にリカちゃんの？本当だ、リカちゃんの、はい、よし、じゃあこれ、はい、どっちがいいかな、どっちにしようかな。電話かかってきました。決めれた？一回全部出そう。待って待って、一回全部出そう。よっしゃ、気に入ってるやつこの中ね。 OK、うん、OK、 OK、 選べたね。じゃあこっち、じゃあこの中からこれ全部出してみよう。この中で気に入ってるやつをまたここに戻そうか。これ全部はいらなくない？どれにする？何個置いとく？何個か決めようよ。そんなにいっぱいいらないの？同じやつはいらない。そうか、じゃあ同じやつはいらないね。これで何か喋る喋ってる喋ってる。そうか、気に入ってみて。なんかよくわからないミニカーで、じゃあこっちこれで、これいる？これ壊れたね。これはいる。これいらない。100円のやつ燃えないよ。かわいい。これいらないの？そう、いらない。バッグガラス買いに行きゃありそうな。そういうことやっていくとどんどん物が増えちゃう。これいらない。いらないの？だってこれ全然遊んでないもん。この3個がいる。すごいね、いっぱい選べるね、ちゃんと自分で。結構少なくなったね。3個、3個、よっしゃ、オッケー、よし、イエイ。シール貼らないとかね、そこさすがに。よっしゃ、やつ次、はい、次は、はい、次だ。お、みんなチャクチャク。かわいそう。今日すごいじゃん。サンタさん来るもんね。サンタさん来るかもしれない、ね、これ。どっちにする？え、コーヒーとお茶。両方いるね。両方いる。だってコーヒーとお茶で分けるもん。オッケー。これだいぶ減ってよ。おー、いい感じだね。行ってハンバーグ屋さんのジュースだよ、飲んで。じゃあ、この中入れてください。ポテトどうぞ、うん、ありがとうございます。あ、ハンバーグどうぞ。うん、あ、そっか、じゃあこっちに入ってください。ふいっ、なんかこれはいいかも。頑張れ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 。これ作るの？おっしゃ、兄さん早いです。頑張れ頑張れ。カレーライス、カレーライス、お店にマスだ。あ、先生、仕分けしてください。お願いします。仕分け、仕分け、仕分け。
はい、うさぎですね。はい、出てここに。あ、じゃあさ、これさ、そこのさ、中に一緒にしたらどう？おままごとにしたらいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。これだ、こんな感じ。全部出ちゃったね。はい、あ、開けたね。開けて。お、開きました。待って、これはシルバニアですか？これでいいですか？シルバニアに変えといて。じゃあここシルバニア変えるね。これ覚えて。お、いいね。仕事してますね。正直は買ってもらったばっかだからいる。シャレちゃらないよ。あ、そうなんだ。あ、何？汚くないんですけど、私。汚い。汚くないわ。いるいるいる。いけましたか？あ、こっちにパンツが。おむつ。おむつか。パッピーパッピー。はい、猫ちゃん。これで。できましたね。だいぶ開きましたか？じゃあ横にあるやつでも。あ、そうなんだ。じゃあこれをちょっと一回見直そうか。もう終わりよ、これやったら。これよくわかんない、いらない。体だけになっちゃうもん。これいいよ、今捨てたら。いらん、いないもんね。キャラクターがいない。俺このシャボーボールだけでいい。何それ？これね、ポケモンのね、ミュウツーのね、やつ。あー、よくわかんない。全部いらない。これはメモリーになってるぐらい。これぐらい。これとね、これだけ。はい、どうぞ。できましたか？はい。はい、ちょっとは絶対にしてない。これは遊んでるのか？え、いる。遊んでるの？うん。お医者さんでさ、これ幼稚園のあと全部いるから。じゃあ遊んでる。遊んでいいよ。わけにわからんものが入ってるわ。入るだからいらない。これもいらない、これもいらない。だからいらない、いらない、いらない。キーホルダー以外全部いらなかった。そっか、いらない。結構出す、全部出してみるといるやつといらないやつ混ぜて。はい、今お片付けが終わりまして、このようにケースが3つ開きました。あとね、ゴミもこんな感じで不燃ゴミと可燃ゴミと分けて、これだけの量が出ました。最終的におもちゃが整理できたら、こんな感じで写真を撮って、これをですね、ここに家族収納の目印プレートに入れて、お家を作っていきます。で、今からおもちゃ箱の中、きれいに掃除しましょう。はい、1個だけ？いいよ、2個でも。2個はいい。はい、じゃあ2個お願いします。どう？サンタさんに、ね、おもちゃもらわなかったね。できた。で、ここに入れるの？もらったら。あっちがサンタさんにもらったやつ。あ、そうだね、あそこにすればいいよね。じゃあ、これのやつは上にやった方がいいと思う。そうか、いいね、その考え。だからそうしよう、そうしよう、そうしよう。おもちゃ入ってきたら、そうしよう。あれ、上にしよう。ケープカカラミスカカー、できた。じゃあ、これ戻してください。はい、今日は子供たちのお片付け大会の様子をご覧いただきましたけど、いかがでしたか？まあ、結構ね、たくさんね、物が詰まっていたので、こういうね、年末なんかに整理をしていくことによって、また新しいものが入ってきた時に、スッキリした状態でね、お片付けができるようになっていきますので、まあ、年に2回、参考にしながらやってみてください。今日の動画が良かったよという方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。仕事、家庭、子育てとやらなければいけないことをこなすだけの毎日じゃもったいない。ママでもなりたい私になる、ワーキングマザーの手帳2022。一度きりの人生を自分でデザインしてみませんか？ワクワクする未来を書き出して、売れない自分になる私らしさ手帳2022、絶賛発売中。そして一緒に使うとさらに効果的な、売れない自分を見つけられる私らしさノートができました。人に流されてしまったり、自分を我慢させていることはありませんか？私の好きを切り張りして、ブレない軸を手に入れることができるノートです。手帳、ノートの詳細は概要欄から。